私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。横浜の神里を包みに取られたけど結果的には良かったな。フジテレビの小沢陽子アナが20代経営者との結婚を発表。全力脱力タイムズでのサプライズ発表にファン悲鳴。11日放送の全力脱力タイムズでは、司会のクリームシチュー有田哲平さんが番組ラストにゲストのサバンナ高橋茂雄さんに小沢陽子アナの変化を問う問題を出し、正解はこの間結婚しました、名字が小沢じゃなくなりましたのが正解と小沢アナの結婚をさらっと発表しました。フジテレビの小沢陽子アナウンサー、小沢陽子31歳が報道番組風のコントバラエティ番組全力脱力タイムズやインスタグラムで結婚を発表し、ファンからは祝福や悲鳴の声が上がっています。フジテレビ入社後は主に情報報道番組やスポーツ番組を担当しており、現在は全力脱力タイムズのほか競馬番組馬よしみ王国からユーマズキングダムケラ BS スーパーキーバ、報道番組リブニュースイットBS 富士ニュース、週刊プライムオンラインレス、といった番組に出演しています。小沢陽子アナは、フジテレビを代表する美人アナとして人気が高く、インスタグラムのフォロワー数は15万人を超えており、突然の結婚発表に対して、ショックを隠せないファンも多い様子です。小沢陽子アナは、2年前に週刊誌、週刊ふみはる、によって、過去にプロ野球、横浜 DeNA ベイスターズのイケメン外野手神里明選手28と交際し、1ヶ月ほどで別れたと報じられたことがありましたが、その後は誰かと交際しているとの報道は特にありませんでした。小沢陽子アナは番組終了後に自身のインスタグラムを更新し、結婚は事実です、とした上で、しれっとサイレントに結婚していました。ドキドキしながら2人でオンエアを見届けました。私自身も大好きな脱力タイムズの芸術作品の一部にしていただいて光栄です。名字は変わりましたが、今後も仕事は小沢陽子のまま一層頑張りますので、変わらずよろしくお願いいたします、と改めて結婚を報告しています。フジテレビの発表によると、小沢陽子アナの結婚相手は年下で、20代の会社経営者、とし、約1ヶ月前の10月22日に婚姻届を提出し、すでに挙式は済ませていると言い、結婚披露宴に関しては未定とのことです。そして、小沢陽子アナの結婚発表を受けてファンなどからは、超ショック。マジか。結婚したのか。眠気が一気に冷めてしまったよ。ああ、ついにこの日が来てしまったか。結婚おめ。いつかこの日は来るんだよ、そりゃ彼氏いるわな。お幸せに。横浜の神里を包みに取られたけど結果的には良かったな。神里は戦力外一歩手前だし、小沢さんさすがだな、年下有料株ちゃんと捕まえた。YouTuber とかじゃなくて良かった。会社経営者か、ハイスペックな一般人。ショックではあるが、幸せになってほしい、などの声が上がっています。小沢陽子アナは神奈川県横浜市出身で、地元の横浜市立東高校を卒業後に慶応義塾大学環境情報学部へ進学し、大学3年時の2012年にはミス慶応コンテストでグランプリに輝きました。英語を得意とし、国際コミュニケーション英語能力テスト、TOEIC では850点990点満点を取るほどで、2013年からインターンシップでシンガポールに半年間留学し、2015年にフジテレビに入社。同期はグジア・ユミアナとニミユカアナ。今年7月にスポーツ局に移動したうちの逮捕さんです。そのため、会社経営者との結婚発表には少し驚きましたが、小沢陽子アナは今後も仕事を続けていくそうで、これから仕事と家庭を両立しながら、全力脱力タイムズなどの番組で引き続き活躍する姿を見せてほしいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。